ヒチョルは、韓国の歌手、俳優、タレントであり、男性アイドルグループスーパージュニアのメンバーであると、共にリードボーカル、サブラッパーとして活動している。本名、キムヒチョル。愛称は、レラ、ヒニム、シンデレラ、宇宙大スター。韓国カンウォンド横上軍出身。SM エンターテインメント所属。身長179センチメートル、体重60キログラム。 血液型は AB 型。2002年にスマカスティングシステムにてオーディションに合格。2003年に SM エンターテインメントと契約を結び練習生になった。スーパージュニア結成前は、会員、東方新規のユンホ、JYJ のジェジュンと4人組グループを組んでいた。2005年11月6日にスーパージュニアのメンバーとしてデビュー。 2007年2月から2008年5月まで SBS 人気歌謡の第16代目 MC を担当。2007年2月23日、スーパージュニアのメンバー6人で構成されたスーパージュニア T のメンバーとしての活動も開始した。2006年8月10日メンバーのドンヘの父の葬儀の帰りに交通事故に遭い、左足大腿部と両足首を骨折。 11月25日に MKMF2006 で復帰。約2年間、左足付け根から膝にかけて金属が入っていたが、2008年6月18日に金属除去手術を受けた。1年間ほど出演していた MBC レインボーロマンスは11月5日243回で終了。車椅子姿で出演した。2008年禁止のためレシック手術を受けた。 また、鼻の骨が事故で折れた際に整形手術を行ったが、以前より少し低くなっている。2011年9月1日に、中南龍山陸軍訓練所に入所。2013年8月30日、招集解除。除退後2014年から、私たち結婚しましたのグローバル版で、台湾のアイドルグループドリームガールズのパフクオと、仮想結婚し夫婦生活やデートの様子などの、 撮影が開始された。スーパーショー後にも途中から参加し、グループ活動に復帰した。スーパージュニアの高参賞 OSTM&D ヒジョルジョンモによるユニット、ありがとうございます。